こんにちは。今回ですね、あまり今回も知られてないんで、これを機会に掘り起こしたいと思ってますけども、あのジョージ・キング、ジョージ・ギッシングさんか、ジョージ・ロバート・ギッシングさんの言葉をね、紹介してですね、それはですね、貧乏を経験したことがない人はお金で買えないものがあるっていうってことなんですよ。いや、これね、すごいなと思いますよ。お金で買えないものがあるって誰もが知ってることなのに、お金で買えるものが手に入らない人がこの言葉をよく使うんですよ。で、大金持ちがね、たくさんお金を使って、その果てにやっぱりお金で買えないものがあるわっていうのには、まあかなりのね、眼蓄があるんですけども、でもほとんど物を買ったことがない人がね、いや、お金で買えないものがあるよっていうわけですよね。じゃあそれは何とか聞くと、途端に答えに詰まるんですよ。答えたとしても、人の気持ちとかさ、とかね、愛情とかなんとかというわけですよね。だからそういう、なんかこの陳腐な言葉が出てしまうんですよね。いや、本当にね、お金で買えないものがあるのはよく分かってるんですけども、あれもこれも買ってきたからこそやっと分かるんですよ。あ、これ金で買えないの不公平じゃんとかね、金で買えないのなんでだよみたいに思うわけですよ。だってどんな高い不動産だってお金で買えるわけですよね。カープの入場券だってお金で買えるわけですよ。それがね、本当に好きな人が買えなくなるとかっていうおかしなことを言う人もいるんですよ。本当が好きなんだったら手に入るでしょ、少なくとも手に入る方法を知ってるでしょってことなんですけども、本当に好きなのにチケット1枚を買うことに真剣になってないんですよね。だから本当に大切なものとかお金で買えないものって、じゃあ具体的に何なんだよって話ですよね。まあ昔の話であれですけどね、金で買えないものはないとかね、愛だって金で買えるんだって言いますけど、これはその通りなんですよ。愛だって金で買えるんですよ。結局は愛情表現するのにお金を抜きにはできないんですよね。どれだけ愛情を語ったって、愛情を表現したって、その裏にお金がなければ実現はできないんですよね。で、逆にですね、お金を使わずに気持ちだけで愛情を成立させた人がどのぐらいいるのかなってことを考えたら、至難の業だと思いますよ。お金じゃないよって言うんだったら、お金以外の方法で人を養ってみろって話じゃないですか。養えないですよね。どんなことにもお金がかかるし、それこそ水を一滴飲もうと思っても必ずお金がかかるわけですよ。で、そういうふうに多分感じてない人がこういうこと言うんですよね。真剣にお金のことを考えてたらね、ちょっとした一滴の水が水道からピションってこぼれた時に、うわ、1円損したって思うわけですよ、ね、ちょっとしたことで紙1枚汚れちゃったら、うわ、損したと思うわけですよ。その辺がね、本当に全てのことをお金で賄ってる人と、まあ、なんとなくね、誰かが払ってくれてる、誰かが負担してくれてる、誰か知んないけどみたいな人の大きな違いだと思うんですよね。実際に金が稼げないと今目の前にある現実が全部なくなるんだなと思ったら、まあ、怖くて夜もね、眠れないっていうのが金を稼いでる人間の本当の気持ちじゃないかなと思いますよね。だからその恐怖がないってことは、別に稼ごうが稼ぐ前がやっていけちゃってるわけなんですよ。誰かに養ってもらったり、なんかね、補助金が出たりとかね、別にそれが悪いわけではないんですよ。ここで言ってるのは名言のことですからね。貧乏を経験したことがない人っていうのは、お金の価値を軽んじてるわけですよ。お金のありがたみとか大切さとか怖さを全く見えてないわけですよ。まあ、金っていうのはないだけで人が死にますからね。あれば人の命が救われますからね。そのぐらいのもんなんで、大切なものがあるならお金程度は用意しろってことですよね。そのお金で買えないような大切なものっていうのがもしあるとしたらね、それは本当にあるんですよ。だったらそれに比べてむちゃくちゃ簡単ですよ、お金を稼ぐなんてのは。じゃあそのむちゃくちゃ簡単なことを先にやればいいじゃないですか。ね、それがね、お金で買えないものがあるんだって、から、いや、お金で買えないものは誰も手に入んないですよって話ですよ。そんな難しいことを言ってるんじゃないですよと。月にせいぜい20万か30万コンスタントに一人が稼げばいい話なんですよ。それを稼がないから余計に隣の人が50万60万払ったりとかね、するわけじゃないですか。稼いだりするわけじゃないですか。社員が稼がないから社長が一人で残業して稼いでるわけでしょ。で、それを指さしてね、なんか吉谷さんが帰らないからみんな帰れないじゃないですか。お前が来るなって言われちゃいますよ。
お前たちがいなければ俺はこんなことしてねえんだ、一人が一人分稼いでるんだみたいなね、まあ、あのネタはずっと使えるんで、そのために雇ったのもんですね、吉田さんね。で今回はですね、ジョージ・ギシングさんの言葉を引用しました。正確に言えばですね、こういうことを言ってるんですよ。人々はお金で尊いものは買えないって言うだろう。そういう決まり文句こそ貧乏を経験したことがない何よりの証拠だっていうふうに言ってました。言ってらっしゃい。